うん、美味しい。うまっ。すごいね、ホタルイカの旨味。この太いパスタに絡む絡む。こんなうまいパスタないね。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは今日はホタルイカとアスパラのスパゲッティです。もう4月やぜ。せやちゃん、もう3月に解禁しとんわに。なんで4月に出したんやさ。ふっくらしていくんがちょっと時間かかんないよ。あ、そうか。でまた高いが、こんだけで1200円すっからで全然計算がすんがよ。で、あんま売ってらんからさ、いろいろ探すがよ。そやか。いや大変やったよ。今年不良ならしいね。ね、見たいがよ。すごい不良らしいやな、ね、そうやろ。だからすごい貴重だから、やっぱ ね値段も上がってしまう。しゃあないっちゃ。うん、ね、しゃあないね。ね、はい、だからまあ皆さんは兵庫でもね、ね、あの他の産地のホタルイカもあるか、はい、今はやっぱホタルイカ美味しい時期やから ね食べて。ぜひ我々ね、富山やから、はい、まあ、富山のもんでね、うん、パスタ作らんと。そや、だからもう必死よ、このためにね。もうね、産地偽装許されんからさ。で、富山のホタルイカね、はい、で佐賀のアスパラ、フルーツトマト今日ちょっと入れちゃう。おー、いいのかよ。で、あとニンニク唐辛子ね、イタリアンパセリで、白ワイン、うん、塩、オリーブオイル、そしてマシャレディのスパゲティです。あ、いいですね。はい、太さは今日はね、2.2mm 太めでいきます。すごい、2.2。とにかくよう絡むから。なるほど。ミートソースと同じ感覚で太めにします。いいですね。ね、楽しみです。はい、はい。ホタルイカ掃除せんならんがよ。あ、まあ、でもせんでも意外やけどね。1個だけちゃんとやるちゃう。1個だけね。まずね、これちょっとやっぱ残るから、目ね、目玉ね、はい、目玉取るちゃう。はい、はい、で、あとくちばしうがんが中に。で、これをこの足の真ん中付け根からギュッと押してあげたら、くちばしもピッと取れや、うん、これもまあちょっと口に残るけど、ほぼ気にならん。で、さらに言うと、背骨、うん、これもちょっとね、つまんであげたらピー取れや。これの、ね、うん、この3点セットが、まあ、お店とかだったら外すこと多いけども、目玉だけでいっちゃう。目玉だけはちょっと残るから ね、どうしてもね。でもね、あとはね、ほぼ感じよね。そうね。そう、なんで俺不良っていうの知っとくかっていうとさ、うんうんうん、昨日とある寿司チェーンの人と、うん、のマーケティングの人と、うん、あった、そう、お話しして、うん、そしたら、うん、今年ホタルイカな、取れんでーっつって、うんうんうん、まあ、東京の人から富山弁じゃないがやけど、まあ東京弁でね、はいはい、取れないんですよ、取れないんですよ、ね、解禁日に、うん、取れたホタルイカ50匹だった。50匹誰の口にも入らんの。誰の口も入らんちゃう。じゃあホタルイカは半分はチョップします。はい、包丁でね。お、オッケー。これがね、絡むがよ。美味しいよな。美味しいやん。あの綿がさ、ほんといい味出すからさ。まあでもチョップするのやったら余計下にでもいいよね、うん、もうね、まあ、あ、そうそう、どうせね、軟骨やら全部潰れしまうから。はい、 OK です。このぐらいね、もう粗めでもいいんで、うん、ちょっと叩いてあげたらこれパスタに全部絡みます。はい、トマト切るちゃ。今日はあのミニトマトでもいいんだけど、美味しいフルーツトマト、安く手に入ったから。あ、そうか。うん、フルーツトマトにしました。ちょっとトマト入るとね、少し酸味入って美味しくなります。春野菜、アスパラ入ります。アスパラ、立派なアスパラ、佐賀のアスパラです。で、半分ぐらいのとこね、こう折れそうなところの確認してもらって、真ん中ぐらいね、皮引きますよ。この間、うちでガルムジャ作ったんやん。いいね。どうやった？子供全然食べんかったんやんか。残念な子供やの。あんな美味しいもん。いや、本当よ。どうしたんよ。本当よ。でもやっぱ面白いもんで、うん、上の子、うん、息子は中3な、うん、中3卒業だけど、うん、15歳だけど、うんうん、まあ結構食べて。あ、本当。小6の娘は何食べんかった。しゃあない。じゃあうちも食べんもん、うんうん、なだからやっぱちょっとずつ、やっぱ中3ちゃんもうだいぶ大人の階段登っとる、ね、登っとるのと、ね、あのアスパラつながりで言うとさ、うん、うちの娘がさ、最近ドハマりが、うん、鶏肉のアスパラ負けないよ。小6っちゃ表現力ないんか、パパあれ作ってよって言って、鶏肉にアスパラ刺したやつって言うの。いや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 、いやでも、え、いや作る工程わからないから、そうしたのかなって思ったのかもしれないよ。ぶっ刺したやつって言ってよ。しかも刺したじゃなくて、鶏肉ぶっ刺したやつ食べたいっつって。じゃあいいですか、うん、アスパラはそぎ切り、斜め切りでね。オッケー、はい、じゃあもう準備完了や ね、 おいいね。あとニンニク潰して。これ楽しみやわ、今年初もんや。初ホタルイカ、け、うん、はい、オッケーね。はい、準備できました。はい、じゃあもうパスタじゃないわ、ソース作っていこう。オッケー、オリーブオイルいきます。大さじ1のオリーブオイルね。そしてニンニク、うん、はい、ニンニクふつふつ美味しそうな、ね、香り出てきました。唐辛子も入れます。はい、はい、
ホタルイカ入ります、はいね、チョップね、これが美味しいね。チョップしてない方は最後にね、最後に軽く和えるだけ、うん、でなるほど、トマトも入ります。ここで味を出していくとね、はい。ニンニクも結構こんなに起点ならずにいったね。ああもうそんなこんがりさせんでいいよ、白ワイン 50cc ほど。これですね、はいね、うまみ爆発です、これで、はいはいはい、これでもうちょっと詰めてあげたらソース出来上がりね。うーん、はい、いいね、簡単だね。美味しそう、もう美味しそうや。じゃあちょっと詰めて、じゃあもうここからパスタ茹でてきます。パスタ 80g です。 1% のお塩でね、 2.2mm 今日太めです、はい、10分から11分茹でなんで、まあ、10分茹でましょうかね、はい、1分早めね。1回火止めとくちゃ、はい、もうねソースね、もう3分ほどで茹で上がります、うん、アスパラここで湯がきたいと思いますね、はい、1分半ほど塩茹でしましょうね、はい、はいはい、1分半経った、はい、じゃあアスパラだけ先揚げます、はい、お色鮮やか、うん、春の色、そうです ね、初夏の色、春だな。さああと1分でパスタも茹で上がります。はい、はい、じゃあパスタ、ちょっと早めですけど、うん、揚げて、このソースの中でねホタルイカの旨味を移していきますよ、はい、火つけます。はい、おプリプリ太めで美味しそうで、ちょっとね茹で汁足してあげましょうね。はい、よいしょ、はい、いいですか、はい、もう出来上がりです。じゃあ、うん、ホタルイカね丸のやつは入れちゃう。これでさっと和えて最後ねオリーブオイルと和えたらもう出来上がりです。おお、じゃあちょっと板バセも入るよ、最高です、はい、じゃあこれで、一和えしたらもう完成やね、はい、おお美味しそうだよ、ドロッとしてソースが絡んでね、はいはい、火止めました、はい、で仕上げのラビダです。はい、うん、さっと煽りますね、うん、OK、 出来上がりました。とろっとして美味しそうなソース出来上がりです、じゃあ食べましょう。 OK、 じゃあ盛り付けますね、太めの美味しそうな、うん、贅沢なパスタですねこれね。はい、はい、で、まあ、軽くもう一回オリーブオイルしておきましょうか、はい、軽くね、イタリアンパセリ、はい、お好みですがブラックペッパー軽くひきましょうね、はい、はい、完成です。はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。食べんまい食べんまい、うん、おいしい、うまっ、すごいね、ホタルイカのうまみ、うまみがさ、この太いパスタに絡む絡む。アスパラも美味しいです、やっぱアスパラいい ね、 ね、この食感がね、太いと、うん、マシャレリの 2.2 美味しい、こんなうまいパスタないね。だからもう 1.8 もうまかったけど 2.2 はさらにこれ美味しい時間伸びてるからね、ね、 0.4 ミリ分伸びてるからね、そうそうそう、だからゆっくり食べるね、ゆっくり食べて、これほんと。そして確実にこのソースの色的なロゼですね。あーこれは間違いないですね、ロゼはいきますね。で今食べたパスタはこの間からお取り扱い始めました、はい、マシャレリーいうパスタです、うん、で何がいいかはもう本当にね美味しい時間が長い、ね、要は多少茹で過ぎても、うん、火入れ過ぎても、うん、冷めても、うん、美味しいもちもちアルデンテがめっちゃ長い。あともう4月 の、 ワインも好評販売中です、うん、はい、ね、美味しい、はい、これはカンパーニャのワインで、ね、どうぞ、もう最高です、可愛らしい、ね、ぜひぜひエチケットで、ね、これも合わせて飲んでみてください、うん、はい、ぜひぜひ、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。